Thank you.
去り、浪人の身となって山科に住まいを移したとき、この来光院の檀家となりました。当時、来光院の住職を務めておりました二子山聖光老師は、浦之助の親族である新道源四郎の推しであったのです。この新道源四郎のお墓は当院の墓地にございますが、彼の助けにより浦之助は二子山和尚より寺受け証文を受け、来光院の檀家となりました。浦之助は木々の緑に囲まれたこの寺の佇まいが気に入り、また弘法大師が徳を持って掘り当てたという名水で、潜入寺の三名水の一つともなっております。徳湖水が湧き出していることを知り、ここに茶室断水券を建立いたしました。この断水券とともに作られた庭が断水の庭でございます。路地を歩いていきますと、庭の奥に茶室が見えてまいりますが、その手前左側に腰掛け待合があり、その右手には筑梅が見えます。この筑梅には伽藍石が用いられており、左には手職石、右には湯筒石があって、後ろには当たり灯籠が置かれております。茶室は三畳大目寝座床となっており、手前側には電池窓の下に下地などの勝手窓を設けた大変明るい席となっております。現在の茶室は大正時代に建て直されたものですが、正面の庇しの上には大石蔵之助の筆による岩水の変額がかけられております。茶室のそばには心の形をした神神家があり、その向こうには鎌倉時代の三重の塔が見えます。裏手の方に回りますと足利時代の石塔が置かれておりますが、これは灯籠ではなく仏様を祀るために作られたものです。大石蔵之助は山科から東山を越え、大御院に立ち寄ってはこの断水券でお茶を楽しみ、また同志を呼んでしばしば討ち入りの決断をしたと言われております。そのため当院には蔵之助の愛用していた茶釜があり、また2箇所の床の間には蔵之助が自ら選んだ川崎の図と蔵之助の肖像画の特典を展示しています。そして本堂に安置されております昭和地蔵大菩薩は蔵之助の伝授物であり、仇討ち成就をひたすらこの地蔵様に祈願したということでございます。蔵之助はまた新道源四郎と共に書院をも建造したのでございますが、現在の客殿は大正時代当時名称と言われた大阪朝次郎氏によって建てられたものでございます。客殿のとこは袋とこで、その左手には風呂先窓があり、天井は網代組となっております。襖の色紙は百人一首であり、己の人形など幕末の公家たちの手によって書かれたものであって、筆者すべての目録も残っております。そもそもこの来光院は大同元年西暦806年唐の国において弘法大師が監督した三方大光神をこの地にお祭りしたのが始まりと伝えられております。この光神様は織田信長、前田利家などの信仰を受けましたが、朝廷においては安産の祈願所として皇族方が参拝されておりました。今でも湯名光神と呼ばれて、多くの人が安産の祈願に訪れています。現在は当院の山門から真正面に見える石段の上のお堂に安置されており、国の重要文化財に指定されております。なお、徳湖水はその石段の下、右側にございます。それでは、岩水の名の通り、緑深いこの水